皆さんこんにちは、フォーサイト保育士講座講師の川本です。今回は一問一答保育の心理学レベル1をやっていきたいと思います。発達の研究法のうち、年齢の異なる複数の集団を同時に測定してその結果を比較する方法は、横断的研究。発達の第一次的要因は環境ではなく個体の内的な成熟にあるとする成熟優位説を提唱した人物は、ゲゼル。発達には遺伝的要因と環境的要因がそれぞれ存在し、それらが独立して発達に影響を与えるとする複相説を提唱した人物は、シュテルン。子どもの周囲にある環境を4つの段階に分類し、入れ子状の多層モデルとして示した生態学的発達理論を提唱した人物は、ブロンフェンブレンナー。一生を乳児期から老年期に至るまでの8つの段階に区分し、それぞれの段階において心理・社会的危機と呼ばれる発達課題があるとするライフサイクル論を提唱した人物は、エリクソン。知的能力の発達を4つの段階に分けた認知発達理論を提唱した人物は、ピアジェ。ある行為を行う人の自発的な反応に基づいて条件付けが行われるオペラント条件付けを提唱した人物は、スキナー。犬を用いた実験で古典的条件付け、レスポンデント条件付けの概念を見出した人物は、パブロフ。生後間もない時期に約 3000g ある乳児の体重は1年で約何倍になる？3倍。人間は大脳の発達のために約1年早い未熟な状態で生まれるとする生理的早産の概念を見出した人物は、ポルトマン。原始反射のうち新生児の手のひらを指で撫でると反射的に指を握ろうとする反射は、ダーウィン反射。生まれて間もない時期から見られる子どもの同調的な相互作用であるエントレインメントを提唱した人物は、コンドンとサンダー。生後 2,3 ヶ月頃に見られる感情を伴った笑顔は、社会的微笑。生後 2,3 ヶ月頃から機嫌の良い時に見られる喉の奥から発する柔らかい声は、クーイング。発達が進むにつれて養育者など特に馴染みのある人に対して微笑むなどの愛着行動をするようになることは、8ヶ月不安。何々はどれなどの養育者からの問いかけに答えて行う指差しは、応答の指差し。対象物が視界から消えてもその存在が消滅せずにどこかに存在すると認識することは、ものの永続性。出生から2歳頃までを指し、ものの永続性の成立などが特徴の段階は、感覚運動期。雷が鳴っていることを空が起こっていると表現するなど、生物・無生物に関わらず全てのものに生命が宿っているような考え方をする傾向は、
アニミズム的思考。夢で見たものや心の中で思ったことが実際に存在すると思うことは、実念論。他者の心の動きを推し量ったり、他者が自分とは異なる信念を持っていることを理解したりする機能は、心の理論。お礼や報酬などを期待せずに、相手のためになることや他者を思いやることを自発的に行う行動は、抗社会的行動。人の道徳判断の発達を区分した道徳性発達理論を提唱した人物は、コールバーグ。保育の心理学は最近難しくなっている傾向にあります。しかし基礎を押さえておけば合格点の6割は必ず取れます。この動画を何度も見て基礎をしっかりと押さえておきましょう。それではまた次回お会いしましょう。またねー。